ちょっと、髪色が、難しいなぁ。髪色がマジで難しい。マジで良くなったんじゃないか？こんなもんでしょ？ちょっと目の色だけどうしようかな。目の色と髪色だけ。いや、H&Z1 のが早いね。H&Z1 もマジでやった。いや、俺マジでさ、納得いかないんだけどさ、俺の FF14 のキャラもさ、こんな感じでさ、オッドアイだったの。しかも、紫と青のオッドアイなのよ。でさ、ツインターボがさ、実装されてさ、マジで外見が被ってるわけ。もうパクリだろ、俺のキャラクターの、あれ。これ俺もう今後さ、その元々使ってたさ、外見のキャラで言ったらさ、え、これツインターボですか？ってなるんだよね。悲しいわ、俺。てかさ、写真撮っていい？このジャス。いいなあ。これ中身ジャスかな。しかもさ、しかもさ、あ、でも槍じゃないか。体験がさ、やっぱさ、ダークナイトっぽいよね。DK だ、これもまた。うわっ、これいいな、これいいな。え、これめちゃめちゃいいやん。で、これ違うやつやん、これこれアベントレイスじゃないし、アルカナスピリガルめっちゃいいやん。あ、これちょっと装飾型やな。いや、アルカナスピリカル、マジでいい、これ。え、だってこれさ、俺ね、このね、マジで弱いんだよな、この腰回りの、腰回りに、小物がめっちゃついてる装備に、マジで弱くて、さ、FF14 のさ、ホリジャーってあんじゃん、装備。あれ、マジで好きなんだよな、ホリジャー。ホリジャーベスト。悪くないね。まあ、とりあえず買っとくか。
カジュアルレッグポーチ B は何？白か。まあ、とりあえず買っとくか。何？カジュアルレッグポーチとレッグナイフ。高くね？いいやん、これ。